こんばんは。今夜のタモリクラブはスティーブン・スピルバーグの、話題の映画 E.T. これを取り上げてお話を進めていってみたいと思います。ゲストをお迎えいたしております。元 YMO 現在フリーの E.T. 評論家でございます、高橋 E.T. でございます。どうも、よろしくお願いします。こんばんは。E.T. ってまだご存じない方大変たくさんいらっしゃると思いますけども、そういう方は一切番組の対象といたしておりません。12時10分という深い時間帯でもございますので、勝手に番組を進めていきたいと思いますけどね。従いまして、この E.T. がアメリカで公開されて1ヶ月後に1億ドルの興行収入を上げたとか、ジョーズとかスターウォーズをしのぐ記録を作ったとかね、そういうことは一切関係なく話を進めたいと思います。分かる人だけが分かる番組ですね。完全に2人は分かり合っております。分かり合っております。今のフィルムでもお分かりになったと思いますがね、これでございまして、完全に分かり合ってるという感じですけども、 E.T. は、まあ、この相対的な話でご覧になって高橋さんどうだったんですかね。とりあえずですね、とりあえず、泣かないようにですね。そう苦労したわけです。で、まずいところになりますとね、まあ、見てない人のために言ってしまいますけれども、泣く場面があるんですね。ちょっと、とりあえず人に見られたくないんで、まずサングラスやっぱこうかけましてですね、それで、泣きそうになると目をちょっとそらして、ね、入り込まないようにして、辛い思いをしました。俺もね、試写会で見たの、試写会ってのは結構有名人が来てるから。そうなんですね。で、俺の横なんかマネージャーがいるわけです、うちもそうなんですねそうするとね、なんかマネージャーにこう涙を見せるってなんかちょっと恥ずかしいな感じですでしょ。だからね、こうやってこう、これサングラスかけて色がよくわかんないから普通の目なんかかけてた、で、こう見ててね、こう盛んにもう泣く前と思ってんだけども、最後の方、一旦収まりかけてまたグワッと来るあそこでもうダメなの、もうグワッとこう来るんだ。そうなんです。だから鼻くそをこう取るふりしてね、のことやりながらね、ごまかしてたんですよね。最後の結末なんていうのは、まあ非常にこう流れとしては納得できるというか、はい、この際全部話してましょうか。この際全部話すと映画会社の方が困るんじゃないかと思う、まあ、結局ハッピーエンドに。そうですね、なるんだけどね。最近ずっとアメリカ映画っていうのはなんかこう一時期ハッピーエンドがじゃあ高級な映画じゃないっていうのはあったでしょ、うん、例えばディアハンター、もうタモリさんその話よくしてましたね、俺相当落ち込んだんですね。落ち込んだもうあれはもう久しぶり、何ヶ月も落ち込んだ、後味の悪い映画だしね。それからエレファントマンに至ってはもう、どうしようもないしね久しぶりなんかこう全部よかったなと、よかった。拍手なんかしました。拍手やっぱこう しちゃったね。それから E.T. の出来もね、いいですよね。すごいいいでしょ。よく可愛いですもん。だって可愛いでしょ。うちにも細野晴臣ってそっくりのがいるんですけど。いますな。あの人ここ動きますか。よく見たことないですけど、この辺でいますけどね一番こうこれで頭にくるのはやつが34歳、37歳だし、そしてこれがよくああいうことをね、いや誰もが見て一応やられたなとは思いますよね。思いますね、でやられたなと思うのは叶わねえっていうんじゃなくて、それもあるんだろうけども、やっぱああいうことはちょっと考えて俺たちでも考えつくのに、 それをあれだけピタッとやられたという半分悔しさでしょ。そうです、悔しいですよねあれね。結構好きですもん僕、ああいうテーマ。俺も好きなんです。そうなんですか。試写会で、まあ、見るのもいいけど、やっぱり大きな画面で一人でのめり込んで ね、誰も周りいないと、もう泣いても気にしないつもりでね。もう泣いても気にしないって、わー、タモリだって分からないようにこうしていってたね。芸能人用のボックスダンスの人じゃないかな映画館に欲しいです僕も。どれだけ泣いてもいいっつの。タモリさんなんかはね、やっぱり誰が見てもタモリさん、あ、タモリ泣いてるよバカとか言われそうですけどね、僕なんか誰も見てなくても本人だけ気にしてるんです。あ、そうか自意識だけで。でも最近はほらよく分かるでしょみんな大体。まあ分かるかもしれないですね。女の子は確かに泣いてるバカとか言われるんで一応ね、一応だからなんか芸能人用ボックスなんか作って思い切りね飲み込んで。私もそれは賛成でございます、ね。ところで私はですね、やっぱり E.T. が非常に好きで一匹というか一人買い求めてきたんです。あ、そうですか。実はそれは奇遇ですね。何、うちにもね、一匹と言いますか、一人買ってきたんです。ほら、ご覧になりたいですか。見てみたい。
ほら、出といて。かわいいもんですね。ところで、タモリさんちのやつは。いや、それがね、うちのはどうもね、偽物を捕まれたらしくてね、どうもいまいち本物と偽物、ちょっと違うんですが、これなんですけどね。いで、いで、ほんほん、いで、ほんほん、いで、ほんほん、いで、いで、やっぱりこれ偽物なんですかね。いで、いで、ほん、いで、ほんほん、近いものはあるような気もしますけどね。いで、ほんほん。